創業者は父親です。原点回帰というかね、やっぱりあの自然素材をできるだけ使って家を作ろうと。無垢の木を使ったり、呼吸する素材の紙を使ったりとか。お客さんを絶対裏切らないということですよね。3、4年目に建てたお家がまだどこもピリッともしてないと、もういつでも取材に来てもええわって前笑ってはったぐらい、もう何にも家狂ってないと。家族が人格も形成されていく、もう総合芸術かなって、私はそういうふうな見方してます。うん、思った通りに進んでいった時は、まあ快感になるんです。